はい、2回目です。まず謝罪から。1回目の動画、非常に私の声が小さく、聞き取りづらい点が多々、多々というか、もうずっとですね、ございました点、大変申し訳ございませんでした。ちょっと今回からは、まず、皆さん、マイクを変えっていうお声、たくさんいただいてますが、声を張るところから始めていきたいと思ってますので はい、ちょっと今回の動画の目標は声を張るっていうところですね。はい、もういいですね。目標が低くて、低い目標から順々に叶えていこうと思ってますので、よろしくお願いいたします。そして本当に1回目の動画、たくさんの方に見ていただいて、本当にありがとうございます。あんなクオリティのものをたくさんの方に見ていただいて、もう若干罪悪感の方が、嬉しさよりも多い状況なんですが、よろしければ引き続きよろしくお願いいたします。で、まあ、2回目なんですけど、まあベタに、自分の、格闘技にはまったきっかけみたいなものを話していければなと思ってます。なんで、まあ、格闘技、まあ、ジムに入るまでの経緯みたいなのを、まあ、ざっくり振り返ろうかなと思っておりますので、まあ、ちょっとお付き合いください。で、まあ、私、まあ、ちょっと自分の経歴を振り返らないとちょっと始まらないことなので、まあ、ちょっと無駄に振り返らせていただくんですけども、まあ、結構両親が、教育熱心だったこともありまして、まあ、小学校から、N バックでおなじみの、塾に通っておりまして。で、まあ、要は中学校受験をしたわけなんですね。で、まあ、結構小学校の時は本当に今振り返ってみると勉強頑張ってたなっていう印象なんですけど、まあ、中学受験をいたしまして、第一志望の学校に入ることができたんですね。まあ、ただそれまでやっぱり塾通ってたんで、まあ、言ったらチートみたいなもんですよ。もう、まあ、本当に先の勉強をやってるので、小学校のテストとかはもうすごく成績は良かったんですね。ただ、その自分が進学した中学校に入学して初めてのテストを受けたら、まあ、要はそういう、まあ、勉強をしてきた、塾に通ってきて受験用の勉強をずっとしてきた人たちが集まった場所に行くわけなんで、そこでの初めてのテストを受けたら、もうひどい点を取ったんですよ。もう今まで取ったことがないぐらいひどい点を取りまして、で、まあ、そこで、今まであんな勉強頑張ってきたのに、こんな点取っちゃうんだっていう、今までの勉強って何だったのみたいな まあ、要はあれですよ、挫折ですよ 中学1年生にして、一丁前に挫折をしまして で、まあ、なんかそれで、一回何だったんだろうなと思って、ちょっとなんか勉強もやる気なくしてしまって、まあ、かといって、まあ、何かするわけでもなくて、まあ、一応部活は卓球部に入ってはいたんですけど、もう本当に卓球は楽しかったんですけど、まあ、それ以外特に勉強もあんまり真面目にしないっていう日々が結構続いてたんですね。で、まあ、ある日ですよ、中学校の時のある日、結構夜遅い時間までテレビをずっと見ていて、で、まあ、もう両親とかも寝てるぐらい結構遅い時間までテレビを見続けてたんですね。で、そしたら、まあ、いわゆるプロレスですよ。WWE っていう、昔深夜にやってたんですよ、地上波で。で、アメリカのもう最大のプロレス団体なんですけど、まあ、それの、まあ、当時はプロレスとかよく知らなかったので、ずっと見ていたら、まあ、次の試合の選手の、まあ、入場前ですね、ロッカールームにこうどういう様子か見に行きましょうって言って、カメラが裏口というか選手用通路みたいなところを通って、その選手が控えてるロッカールームに行ったんですね。そしたら、もうカメラこうやって入っていくと、下に倒れてるんですよ、その次の試合する選手が 床に倒れてめっちゃ血流してるんですよ。でも誰かに襲われたみたいだみたいな感じで、もうバッタバタして、でも当時もすごいピュアだったんで プロレスの見方も知らないですし、なんでもうそれ見て、もう中学校の自分、中学生時代の自分は、もうこれ
事件じゃんって思って、いやこれやばいでしょこれって思って、次の日まあ起きてですよ。でもう新聞届くじゃないですか。もう隅から隅まで探して、昨日昨晩起こったはずの事件、もうあんないくら海外とはいえ、もう次試合だって控えてた選手が突然襲われて流血して倒れてるみたいな事件があったら乗ってるに違いないと思って、隅から隅まで新聞を探したんですけど、まあ当然乗ってないわけなんですよ。でもそこでも一回もうやばい番組やってんだなと思って、もう毎週、深夜見たりして、でもだんだんまあプロレスっていうものも理解し始めて、で、まあ、近所のツタヤとか行ってですね、まあ、WWE の、DVD のレンタルやってましたんで、まあ、それをもう片っ端から見始めるわけですね。でも片っ端から見て、もう一通り近所の一番大きなツタヤにある DVD を全て買い切って見切ってしまった時に、じゃあ何見るんだってなった時に、そのちょっと隣に置いてあったプライドの DVD、まあ、多分ご存知の方がほとんどだと思うんですけど、まあ当時の日本最大の、まあ、総合格闘技団体ですね、プライド、はい、プライドの DVD がその横に並んでまして、で、まあ、それを今度は片っ端から見るようになったんですね。で、まあ、もちろん、まあ、中学生でしたけど、まあ、プロレスと MMA っていうのは違うなっていうのは分かってたんですけど、まあ、なんですかね、なんでそのプロレスにハマってたのに今度は総合格闘技 MMA にハマっていったのかっていうのはちょっとあやふやなんですけど、なんかこう、なんですかね、プロレスってこう面白いんですよ、やっぱりエンターテインメント重視なんで、すごく面白いんですけど、ただ自分の当時の自分の目には、なんですかね、エンターテインメントを追求しきってない、なんでもちろんめちゃくちゃつまんない試合とかもあるわけじゃないですか。ただなんかそれを見た上で、かつその後選手の、まあ、控え室の姿とか、なんかそういうリング上での姿とかを見た時に、なんかよりエンターテインメントを超えた何かそのドラマというかエンターテインメント的なものがそこには感じられたんですよね、逆に。でなんかその感じがすごく自分としては刺さって、でなんかずっと今まで勉強してた人間が、まあ、逆にこのなんか肉体を生かして強さを生かしてみたいな、そんな世界があるんだっていうところにもすごくカルチャーショックみたいなものを受けて、でまあどんどんハマっていって、でまあ高校生の頃も、まあ、格闘技を、総合格闘技を見続けて、でまあずっと、まあ、いつかちょっとその、まあ、ずっとファンとして見てたんで、まあより試合を理解したいなと、まあ、この人たちがやってることを理解したい、もうより観戦を楽しみたいっていう気持ちがどんどん大きくなっていって、で、まあ、いつかちょっと格闘技習ってみたいなっていう気持ちがずっとあった中で、まあ大学受験、まあ、大学に入るタイミングを迎えまして、で、まあ、筑波大学に入学することになって、で一人暮らしを始めたんですね、そこで。で一人暮らしを始めて、まあ、それまでまあ、ずっと実家暮らしだったんで、まあ、要は親の監視というか親の目がなくなったんでもう自由だなと思って、で、まあ、大学2年ですね、まあ、ちょっと1年の間は大学という環境になれるのに必死だったのでなかなか始めるタイミングがなかったんですよ。ただまあ2年になった夏に、もういよいよ格闘技習ってみたいっていう気持ちを、まあ、抑えられなくなって、で自分が当時、まあ、筑波大学のすぐそばに住んでたので、まあ、近所で総合格闘技習えるジムっていうのを探した時に2択だったんですね。一つがもう T ブラッドですね、 T ブラッドで、もう一つがウィザード MMA ジムっていう、まあ、比較的自分が当時調べた段階ではもう常設の施設ができたてぐらいの、本当できたばかりのジムみたいな感じだったんですね。で自分ずっとプライドを見てた頃もそうですし、さらに大学入っても一人でドリームとかを生でたまりとかに見に行ってたんですよ。でもう何ですかね、プライドの頃も好きだったんですけど、やっぱドリームを見るようになって、まあ、川尻さんが
本当に、まあ、憧れの選手だったんですね。で、まあ、その T ブラッド、選択肢のうちの一つの T ブラッドっていうのは川尻さんが所属しているジムなんです。で、ウィザードは出来たての、まあ、まあ、選手も多分当時いなかったと思うんですね、ほとんど。で、そういうジムがあって、じゃあどっちに行くってなった時に、そこで自分は川尻選手みたいなトップ選手がいるジムに、自分みたいな初心者、それこそ運動経験も卓球しかないんです、中学校の卓球しかないような自分が川尻選手がいるジムに行っていいはずがない、そんな人を 入ってやっていけるわけがないって思ってで、ウィザードジムに入会させていただいたんですね。で、まあ、今となって考えると、この時にウィザードを選択して、ウィザードってやっぱ当時出来たてだったこともあって、ね、まあ、代表もすごく優しい方だったんで、まあ、すごく自由だったんですよ、ジムが。もう、まあ、そんな中ずっと打ち込みとかもせずに、まあ、みんなやりたいんだったらスパーとかどんどんやっていいよみたいな、その、まあ、自主性をすごく尊重してくれるようなジムだったんで、もう自分も好き勝手もうスパーばっかして変な動きしてっていうことができたんですね。なんで今の自分のトリッキーなスタイルっていうのは、ウィザード MMA ジムで格闘技を始めたからこそ作り上げられたスタイルなんじゃないかなと自分でも思ってるんですね。で、まあ、やっぱりすごく基礎からしっかり習う、丁寧な技術を一個一個習う、そういう真面目な格闘技っていうのももちろん強くなるために絶対必要な格闘技だと思うんですけど、ただやっぱりそういう真面目な格闘技って真面目な姿勢というか、真面目な練習量、しっかりとした練習量に裏付けされた強さがもちろん大事になってくるんですよ。で、自分みたいに格闘技一本でもちろんやってないですし、練習の仕方っていうところもちょっと工夫しなくちゃいけない、時間もそこまで取れないっていう人間からすると、練習量っていうところで他の選手と競っていくとそれは難しいんですね。で、そこをどうひっくり返すかっていうことをすると、やっぱり他の人がやってないようなスタイル、他の人がやってないような突き詰め方をしていくっていうことが、その練習量をたくさん取れている選手に勝つための一つの手段だと思ってるんで、まあ、そういう勝ち方スタイルがウィザード MMA にいた頃に下地ができたことによって、もう社会人になってからも一応そこそこ勝てて、まあ、ディープのチャンピオンまでいけた一つの要因なのかなと思ってますので、本当にウィザードで格闘技始めたことは、結果的に良かったと自分では思ってますという、はい、いや、オチはないですもう喋っててオチないなと思いながら喋ってましたけど、とりあえず格闘技始めるところまでは今日お話ししたかなと思いますので、終わりますよ、はいまた始めた後の話とか、アマチュア時代の話とかもしたいなと思います。というところで終わります噛んだ終わります。はい、ありがとうございました。また引き続きよろしくお願いいたします。